皆さんこんにちは、しまです。そして隣にいるのが仙台宮城観光 PR キャラクターむすび丸です。ねえねえむすび丸、可愛くなりたい、イケメンになりたい、綺麗になりたい、そんな時どうする？美容法とか調べて試したりダイエットする？でもちょっと待って、その前に大事なことがあるんじゃない？それは食事。食事はきれいを作るためにとっても大事だよ。例えばキラキラ輝きながらベガルタ仙台を応援しているベガルタチアリーダーズの皆さんも食事には気をつけているんだって。じゃあ実際にベガルタチアリーダーズの食事を見てみよっか。こちらはベガルタチアリーダーズのプロデュースチームの管理栄養士笹山由紀さんからアドバイスを受けてベガルタチアリーダーズのメンバーのマイカさんが作った食事です。食物繊維が豊富な大麦、キノコ、寒天で腸内環境を改善し美肌に。主食には栗を入れてパフォーマンスに大事なエネルギー源の炭水化物をアップ。サンマはビタミン D が豊富でカルシウムの吸収を助けてくれます。薬味を添えるとおしゃれ&副菜も増えてグッド。栄養バランスが整っていて理想的な食事だね。体型、美しい肌や髪を維持するために食事にも気を使っているんだね。むすび丸、体型や美肌などを作るためにはバランスの良い食事がいいんだね。むすび丸、次は高校生の実際のお昼ご飯を見てみよっか。これは実際の高校生のお昼ご飯だよ。手作り弁当はいろんな食材が使われているね。美味しそう。野菜サラダと豆腐はヘルシーだけど何かが足りない気がするね。お昼ご飯の代わりにお菓子を食べる人もいるみたい。あとは食べない人もいるんだって。実際の高校生のお昼ご飯を見たけど手作り弁当をしっかりと食べている人や中には食べないっていう人もいたね。美容やダイエットのために食事を減らしたり食べないことは簡単だけど綺麗になれるのかな。詳しい先生に聞いてみよっか。宮城学院女子大学の丹野先生、教えて。はい、丹野です。食事の量を減らしたり食べないと確かに痩せますが、体に必要な栄養素等が不足し痩せてはダメな筋肉まで痩せてしまいます。筋力が落ちると基礎代謝が下がったり姿勢が悪くなったり疲れやすくなります。基礎代謝が下がると脂肪が燃えにくくなるので逆に痩せにくい体になります。その他にも生理不順になったり体重は少ないけれど体脂肪率は高い隠れ肥満になる可能性もあります。食事ってきれいには欠かせないんです。ではどんな食事をすればよいでしょうか。意外と簡単、主食、主菜、副菜の3つを揃えることです。主食は脳や体のエネルギー源となるものです。ダイエットのためにご飯を抜いたりしていませんか。これ実は間違いです。ご飯を食べないと脳や体のエネルギーが足りなくなってタンパク質を代わりにエネルギーとして使ってしまいます。そうすると肌や髪の毛になるはずだったタンパク質がなくなるので綺麗な肌やツヤツヤの髪の毛からは遠ざかってしまいます。主菜は体を作る元になるものでおかずのメインとなる料理です。主菜に多く含まれるタンパク質は引き締まった筋肉によるスタイル維持に欠かせません。副菜は
体の調子を整えるもので、おかずのサブとなる料理です。食物繊維やタンパク質の働きを助けるビタミンが多く含まれていて、不足するとうまくタンパク質が使えずに肌荒れや髪のパサつき、また便秘にもつながります。へえ、主食、主菜、副菜全部揃って初めて綺麗になれるんだね。でも忙しい時に主食、主菜、副菜を作るのは難しいよね。簡単にできるランチにぴったりなメニューが知りたいな。私に任せて。教えてくれるのは宮城食育コーディネーターの鈴木由紀子さんです。結び丸、30秒で栄養バランスを良くすることができる方法知りたくない？それはね、ご飯におかずを入れて包むだけ。とっても簡単だよ。必要な道具はラップとスプーンだけ。材料は海苔、ご飯、副菜、主菜、たったこれだけ。じゃあ始めるよ。まずはラップの上に海苔を置き、ご飯を半分乗せ、その上に副菜を乗せます。そして主菜を乗せます。残ったご飯を上に乗せ、海苔で包んでいきます。最後に形を整えて、海苔がしっとりしたら食べやすいように切ります。たった30秒でできる栄養バランスバッチリの簡単ランチの完成です。とっても簡単でしょ。はい、時間のない時の朝ごはんにもおすすめです。好きなおかずを入れて作ってみてね。はい、それからバランスの良い食事の他に、綺麗になるために注意することがあるよ。綺麗のためには甘い飲み物や夜のおやつにも要注意です。特に夜に食べることが習慣化すると、ホルモンバランスが乱れて太りやすくなるんだって。間食でおすすめなのは旬のフルーツ。お肌に良いビタミンがいっぱい入ってるよ。美肌で有名な芸能人もフルーツを持ち歩いてるらしいよ。鈴木さん、簡単にできるメニューありがとうございました。むすび丸、すごく簡単だったね。それじゃあ今回のポイントを一緒におさらいしようね。ポイント1、美容・ダイエットのためには栄養バランスの良い食事が必須。ポイント2、栄養バランスの良い食事とは主食、主菜、副菜が揃った食事のこと。ポイント3、甘い飲み物やおやつを夜に食べると太りやすくなる。おすすめの間食はフルーツでした。みんなもポイントに気をつけてバランスの良い食事をしようね。バイバーイ。勉強、学力、体力アップの秘密は〇〇？東北楽天ゴールデンイーグルスのあの選手の食事をちょい見せもぜひ見てね。